学校行ってないです。今お坊さんですって。うん、お寺で勉強してる。お寺で勉強していますって言って。ルッテルなんかだって赤字な。ルッテル先生。12歳の時からお坊さんになりました。今年。今年お坊さんになった。うん。うんなんで何だっけ本を読んでいます。今日読んでいます。難しいじゃないですって。そう。言わせて、女の子がんばんのでとな。女の子が戻りたいですって。戻りたいです。あ、ゲゲ全部る。あれ、先生は厳しいですかって来たんですよ、うん、優しいですって。ああそう、うん。